やです。今日はですね、神 VS 神 VS ワンコロさんと、10本選手の連戦をやりましたので、こちらの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ早速見ていきましょう。いやー、本当にね、やっぱりね、別次元の強さでしたね、ワンコロさんはね。改めて連戦して思ったんですが、もうやばかったです、本当に。しっかりと解説していきたいと思います。さあ、まずは俺、開幕 T スピンダブルですね。開幕 T スピンダブルから、T スピントリプル。T スピントリプルのこのタワーに持っていく体勢で、ワンコロさんが、これは上の緑ハッカーかな。緑ハッカーで、黄色までの5連鎖を転廃している形。さあ、俺が連を組みに行きましたね、これね。連を組みに行ったが、このイバラ。2連鎖でまとめてきて危ない。連鎖をまさかね、この崩してでの、イバラ。1連鎖のこの大量化粧、イバラって言うんですけど、イバラからの、2連鎖でね、ちょっと、俺の連を咎めに行きましたね。恐ろしい。もう相手をね、倒すためならもう自分の連鎖もね、全然崩すっていった感じですかね。さあ、だがしかし、ギリギリね、ギリギリ刺さんなかったんで、その連が刺さっていくと。危ない危ない。ちなみに、あとね、1ラインで刺さっているところであったので、かなり今のは紙一重ですね。さあ、恐ろしい追い打ちがちょっと、1本目から来たところであるんですが、なんとか、大敵もぎ取っていくと。さあ、今回に関しては、俺が開幕 DT4 ですね。DT4 からの、しっかりと T スピンダブルのドネイトを含める、アンカーセットですね、今の。アンカーセットという技で T スピンダブル、から、テトリスのドネイトを打っていき、さあ、若干ずれてしまったが、T スピンダブルを打って、さらに、T スピンダブルのこの LST 済みの形ですね。さあ、それに対し、しっかりと4連鎖で難なく返してくる。俺も LJ イリュージョン、シンプルに軽く送ってるけど、これはね、完全操作になるんで、相手側にちょっとお邪魔をくれないっていうのが若干痛いところですね。さあ、しっかり8-1を利用していき、ワンコロさんが再び3連鎖。3連鎖で、まあ若干お邪魔を振るものの、まだまだ全然耐えられてますね。さらに、緑から打っていき、さあこれちゃんと連結付け足しましたね、今のね。連結をこれ付け足して2連鎖ダブルを含めるこの3連鎖と。ああいうね、やっぱりね、その1連結、プヨのね、消す量が多くなるか多くならないかっていうのはね、かなりね、火力に影響するところあるんで、やっぱり冷静な判断ですよね。間に合うと判断してちぎってでも、次の手まで間に合わせていくと。さあこれは受けてギリギリ赤で単発は打てるが、さすがに、埋まっていく。俺もね、ちょっとね、最後、ジェイミンの置き水してたんで、なおかつね、得点もこれ11万点いってるんで、マージンタイムにまでもうほぼ入ってる。もう入りかけも入ってたぐらいだったと思うんで、ね、かなり危なかったね、今のな。あそこでもし耐えられていたとしたら、マージンまで持ち込まれて、ちょっとね、プーペー側の火力がインフレして、全然わかりませんでしたね。さあ、ここも、しっかりと T スピンダブルのこの LJ イリュージョン。LJ イリュージョンの地獄で、茨で耐えつつの、これは紫かな。さあ、しっかり、紫で打っていき、赤丸の3連鎖。3連鎖目がね、これね、5連結なのが、でかいんですよね、これね。さあ、黄色ゾロをしっかりと、2連続で来たが、さすがにここは火力で押し切っていく。いいですね。3連鎖の連結ではあったけど、シンプルにね、こちらも火力をずっと LJ イリュージョン送っていたため、ギリギリね、降ったのが影響しましたね。完全総裁か若干降るかっていうのはね、本当にね、もう天と地の差があるんで、1個降るか降らないかっていうのが相当大事です。さあ、パーフェクトクリア2回連続で取っていき、これはでかいですよ。黄色ハッカではあるが、さあ間に合うか。これは、おーっと、その青まで繋げる3連鎖うまい。俺はこれは総裁外してって DT 砲ですね。ダブルからトリプルでしっかりと DT 砲打ってって、さあ、ネクストでの黄色ハッカーですが、さあ、ここはもうさすがに、どうせ打たれるんでね。これ、あんまりその、俺がもう待ちすぎてしまうと、マージンタイムはね、持ち込まれる可能性はあるので、まあ、ここはでも、相手が黄色来てるのをもうすでに見越しているんで、あんまりね、待ちすぎるのは良くないと判断して、即打っていきましたね。さあ、ここで、さらに、5連結の3連鎖。で、それを受けてから、返していく。4段分はでかいですよ、これは。4段分はかなりでかい量です。さあ、T スピンダブルからテトリスをさらに打ってって、さらに T スピンダブル。ワンコロさんがこれは黄色までの3連鎖。効率がいいですね、これね。ちゃんと残ってるプヨの量で効率よく連鎖を打っていき、耐えていってる。が、しかし、刺さっていく。これも8万6000点ではあったから、まあ結構ね、その待った時間、結構待った最初の時間も込みで入れると、もう少しで、ね、マージンタイムに持ち込まれる体勢ではありましたね。さて、
これは青ハッカかな。青ハッカで俺がシンプルなこの、LST 済みですね。LST 済みと ST 済みをこの混ぜつつの LJ イルジョン地獄。2連鎖ダブルを含める4連鎖で、それも全部操作をね、きっちり全部外して、テトリスから、T スピンシングル、そしてテトリス折りかな。しっかりこうがね、軽くでね、バックトゥバックはやっぱり維持するのは、まあ、最低限ね。もちろんめちゃくちゃ大事な技術ではあるんですが、できるだけその掘りやすい形を維持しつつの、ダブルダガー、ダブルダガーじゃない、掘りやすい形を維持しつつの、このバックトゥバックをね、つけるのが大事ではあるんで。さあ、T スピンダブルからの、さらに、まとめしたいスが構えられているから非常に強いと。うん、いいっすね。やっぱり置きミスなくこの火力をね、どん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 送っていくっていうのは、まあ、シンプルではありながら、意外とね、難しいところであるんでね。それがちゃんとできてるっていうのは非常にいい火力だ。まあ、ここは黄色発火で、しっかり紫を乗せつつの、左から2列目の黄色発火ですね。さあ、T スピントリプルタワーにしていき、あ、これは、次のネクスト、ネクネクかな。ネクネクに緑が見えてるんで、できるだけそのプヨをね、置いて、ちゃんと、後から発火していくと。さあ、ここでエルミノの置きミスが出ると、刺さってしまう。まあ、やっぱりワンミスは致命傷になりますよね、本当にね。ワンコロさんのまあ6連鎖もシンプルにでかかったのもあって、そこに置きミスしてしまうと、刺さってしまうと。さあ、1本取れてしまった。さあ、今回に関しては、開幕全消しですね、これね。全消しはやはりしっかりと取っていくと。なんだかんでね、やっぱりね、その2手での全消しは、さすがに俺はね、取った方がいいとね、思ってはいるんでね。ワンコロさんもやっぱり全消しは、2手での全消しは取ってますね。あ、その2連鎖とかの全消しは、まあ、個人的には取らない方がいいかなと思ってるんですけど、開幕の2個連続でのゾロ目の全消しはね、強いと思うんで。さあ、これはちょっと黄色が間に合わなかった。真ん中の黄色が間に合えば、全然ね、まだね、連鎖が繋がって耐えられる体勢があったんですが、ギリギリ黄色が引けずと。まあ、こういうところはね、やっぱりね、色が引けるか引けないかっていうのはね、ぷよぷよ。まあ、そういうね、結構、運の良さがね、絡んでくるゲームではあるんでね。まあ、これは致し方ないと。あ、これも黄色ハッカーかと思いきや、2連鎖ですね、黄色ハッカーから。まあ、上の緑か。上の緑でハッカー点を持ってって、かなり大量の連結の2連鎖。うん、でかいですね、これね。今の大量の連結をつけたから、俺の LJ イリュージョンでも完全操作になって、お邪魔はね、遅れませんでしたからね。さあ、ここは2連鎖トリプルを含める3連鎖ダブル、そして5連鎖まで。でかい、これが。同時消しをね、この短い連鎖のところで、ちゃんとね、織り交ぜてると相当でかいんですよね。さあ、相当競り上がったけど、ギリギリ耐えられて、テトリスからの、ちょっと迷っているけど、テトリス、T スピン、ダブルと。シングルかな？シングルにして掘りに発生しましたね。さあ、その掘りに発生してる最中にもワンコロさんがかなりリソースがマシマシで組まれていて、ちぎっていった2連鎖。さあ、ここでさらにちぎって、ちゃんとね、こう、ちぎってんのがね、うまいっすよね。今の黄色の3連鎖目の、連結、ぷよぷよのその3連鎖目の連結を増やすために、ちぎってね、発火してくると。冷静すぎる。大体の人はね、あそこはね、あの黄色は真ん中でね、そのままゾロ目を消すと思うんですが、ちゃんとね、やっぱりね、その3連鎖目でも連結を、1連結も逃さないというね、こういう細かいところやっぱめちゃくちゃうまいな、本当に。ああいうのはね、なかなかできないですからね。さあ、T スピンダブル打って、ちょっとまとめし体制がありますが、これはもう11万点入ってて、なおかつ3連鎖ダブルで、これマージンタイムにも突入してますね。さあ、どうだ ?T スピンダブル打ってって、さらにこれアイスピンですね。アイスピンでテトリス折り。これね、大事ですね。左側に、右側か。右側にこのエルミを立てることによって、1段分ね、高くなるので、1段分屋根が高くなるんで、それ込みでね、アイスピンを入れることによって、テトリス折りができると。あれ、アイスピンしないとね、散乱消しになってしまうんですよね。なので、かなり実用的なアイスピンです、あれは。さあ、マージン込みの4連鎖でかいっすよ。さあ、なんとか受け切ってテトリスを打ってはいるが、さらに、ワンコロさん側はこれ、積んで、黄色ハッカーですかね。黄色からでも緑からも打ってるが、緑から打ってきた。さあ、緑から打って、さらに4連鎖、でかい。さあ、それギリギリ受けてから散乱消し、そしてテトリスから T スピンダブル。さらに削ってって、まあ、穴的にはね、かなりね、いい穴は来てはいるんですが、さあ、そこまで持ち込めるかどうか。でかい2連鎖、トリプルからの3連鎖。でかすぎる、これは。さあ、しかし、こちらもマージンタイムに、テトリス側もマージンタイムに入って、これはキャハーで送れる体制になってますね。一覧消しで送れる体制にはなっているが、さあ、ワンコロさんがここで3連鎖を、
打ってくる。それを受けてから T スピンダブルテトリス。このまとめ打ちはかなり強烈であるが、さあ上の緑ハッカーで全部5段分受けてから、さらに緑ハッカーで、受けてからのこの4連3、これまた強烈ですね。だがしかし強気にもうこれは相手に攻撃を送らなければいけないので、強気に全部受けてからの、テトリスですね、こちらもね。で相手のリソースがちょっとなくなったところを見越して、ここはシンプルにキャハキャハと一連消し、一連消し、一連消しでキャハキャハ送ってって埋まっていくと。いやー、これ勝てたのは相当でかいですね。22万点試合ではあるんで、ワンコロさんもね、このもう受け切ってから全部ね、送ってくれてね、もうどちらも強気に言ってましたね、これね。すべてもう受け切るところを受け切って、まあ、自分がね、かなり辛くなってても相手に意地でもこの攻撃を送っていくという、もうこの2人のもう執念が現れた試合展開であったな。が、しかし、ギリギリね、ギリギリなんとか紙一重の末、こちらがね、相手のリソースがなくなったところに、このキャハ地獄、一ライン消しの地獄を送って、もぎ取っていくと。さあ、これはトリニティの地獄です。この T スピンダブル、T 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 スピンダブルと、もう T スピンダブル、この半永久的に打ちまくっていく、トリニティと、トリニティという技ですね。ちょっと噛んでしまったが、トリニティです。トリニティって意外と言いづらいよな。さあ、T スピンシングルからのテトリスを打っていって、ワンコロさんがイバラを含める3連鎖で、しっかりと総裁を当ててくる。でこれは発火点がどこかはちょっとわかんないが、青か。青からの発火点で、なるほど。4連鎖ダブル。いやー、見えないな、本当に発火点が。発火点がまさかのそこの青で4連鎖ダブルがあると。これは緑発火かな。緑発火で黄色まで繋がってる4連鎖を転廃しているが、できるだけ受けてから、お、これはさすがに大きいミスかな。緑からおそらく打っていく体勢であったんですが、多分逆にちぎってしまって、埋めてしまうと。これはさすがに大きいミスだと思いますね。2列目と3列目に青と緑を逆に置いて、発火だったんですけどね。さあ偶然ではあるんですが、動画収録中にワンコロさんがぷよぷよテトリス2を今、左上でログインしていきましたね。なんという偶然、ね、さあこれはね、あの解説ではあるんでね、リアルタイムではないので、まさかのワンコロさんがログインしていくと。俺もぷよぷよテトリス2ちょっとやろうかな、今からワンチャンマッチングするか。さあ T スピンダブル打ってて、さらにトリニティで、おっと、しかしここでミュージアムってしまう、痛い。それは T スピンダブルでなんとか T スピンシングル打ってるが、この置きミスはかなり痛いですよ。さあそこの置きミスはね、やはり逃さないと言わんばかりのこの2連鎖トリプルからの3連鎖だったかな。ほい、でかい。さあなんとかテトリス打っていき、耐えるものの、さあどうだ、これは結構俺も辛いぞ。 T スピンダブル打ってで、しっかりとワンコロさんが赤ハッカーで3連鎖ダブルを含める4連鎖かな。でかいですね。ちゃんとね、これね、やっぱり短い連鎖で、この同時消しが含める、なおかつね、あの4連鎖っていうのは非常にでかいんでね。基本的に同時消しが強いラインって、だいたい2連鎖、3連鎖あたりぐらいではあるんで、まあ4連鎖も強いかな。2連鎖、3連鎖、4連鎖あたりの、まあ、同時消しがかなり強いんで、5連鎖あたりからね、もうほぼ同時消しがなかったとしても、火力自体はかなり高いので、やっぱりね、その短い連鎖での同時消しをかなり意識しているように思いますね。さあ、ここで4列連に派生していったが、さあ、これはどうなるか。得点が8万9000点なので、まあ、もう少しでマージンタイムが来るといったところだが、さあ、どうなる？一応これは相見野のしっかり14連の2ライン消しまで繋がるんで、連としては申し分ない火力ではあるが、ワンコロさんが打ってき、2連鎖ダブルからの3連鎖ダブル、そして4連鎖多連結から5連鎖ダブル、6連鎖まで、でかい。さあ、なんとか T スピンシングルから中開きで派生していってるが、これは、これギリギリですね。究極ギリギリ耐えられてるが、単発での追い打ちがえげつない。マジか。まさかのね、これね。俺が中開きでギリギリ耐えられてるところではあったんですが、もうギリギリならね、もうこれ刺さるだろうと。4ばかりのこの茨でのね、追い打ちが刺さっていく。いや、あの追い打ちはね、ちょっとね、鋭すぎますね、さすがにね。なかなかあれするの難しいはずなんですが、ちゃんと大一で咎めてくると。うん、強い。さあ4連鎖はしっかり全部受け切ってからの、テトリス、そして T スピンダブルで、さらにそれを5連結の3連鎖ですね。これね、これ4連結だとギリギリ帰らないんですが、やはり5連結だとね、1連結このプヨのね個数が多くなるだけで全然変わってくるんで、ただこの連結をマシマシにしてるってとこもやっぱ素晴らしいところですよね。さあ、だがしかしこれはしっかりと送ってって、結構お邪魔を降らせてる状態。で、ここも幽霊プヨで、乗せてるか間に合うか。ああ、間に合わなかった、惜しい。
今のは赤で間に合っていたとしたら、左から2列目の紫が、幽霊ぷよで同時消しになるんで、かなりね、量的には軽減できたと思うんですが、惜しくもあと1点間に合わず。さあ、リーチをかけていきましょう。リーチをかけていって、しっかりと火力で俺も応戦している感じ。さあ、ドネイトですね。ドネイトでさらに T スピンダブルを組んでって、さらに T スピンダブルと。いいですね。まあ、これシンプルではありながら、この LJ イリュージョン。この T スピンダブルを連発していくのはかなり大事ではあるんでね。さあ、ここで T ミノの置きミスが痛い。一応そこを L ミノで回転入れが入るので、あ、無理せずに回転入れでリカバリーしつつの、連込みの T スピンダブルな、いいっすね。さあ、5連鎖もでかいが、しっかりとリカバリーしていき、T スピンシングルかな。T スピンシングルにして、ここもね、大ミノの底の、入れる位置を、ちゃんとね、先読みしつつの、さあ、まとめし再生です。テトリスから T スピンダブルにしてって、でもこれ相手がね、これ同時消しもめちゃくちゃでかいのはもう目に見えていたので、俺もね、後打ちを意識しますね。できるだけその相手の同時消しをこの火力として受けてから返す体勢です。で、これも、しっかりと全部総裁外してって、T スピンダブルからテトリスまでと。ちゃんとね、やっぱりね、受け切るとこね、受け切るのめちゃくちゃ大事ですからね。さあ、これ振るか。振らなかった。真ん中に振らずに、2連鎖でまだ耐えれてますね。で、さらに、緑から打ってって、黄色までの3連鎖かな。黄色までの3連鎖。連鎖がね、やっぱりね、この見てる、解説してる状態でもね、なかなか連鎖が見づらいといったところなんで、これやってるね、この最中で行するのはね、相当難しいんですよね。さあ、ちゃっかり俺が今入りません定期の Z ミノの3ライン消し、リカバリーをしつつ、若干ずれてはいるけども、Z ミノでしっかり T スピンダブル打ってって、連耐性かな、これは。若干連チェックではありますが、まあ、言うほどこれは繋がらないな。アイミノまで。とりあえずアイミノまで繋げてって、さらに DT 砲で、ワンコロさん側がこれでかそうだな。連鎖数が相当でかそうだ。黄色から紫、青、緑、黄色まで。うますぎる。9連鎖が、でかすぎて、さすがに刺さってしまう。なおかつね、これマージンタイム突入しますからね。マージンタイム突入して、なおかつ9連鎖は、これはもう無理っすね。どうやっても耐えられない。でかすぎる。さあ、ここで、全消しスタートですね。やはり2手での全消しはしっかりと取っていくと。俺が DT 砲で、さあ、ここで、DT 砲打ってきたら、単発で返してやるという体勢なので、しっかりね、俺も後打ちを意識して完全総裁と。だがしかしね、これ待つことに意味があるんですよね。待たれることによって、その先ほど言ったね、マージンタイムにも、ね、持ち込まれる体勢があるので、できるだけ待って、まあ大体5秒間ぐらい火星がありましたから、今の。5秒は結構でかいです。96秒でね、マージンタイム突入するところであるんで、そのうちの5秒を今時間稼がれたと、判断すれば、かなりね、やっぱりね、ぷよ側のアドバンテージにはなってますからね。だがしかし、俺もその先に打ってしまうと、全消しを即消化されて、返されてしまうところであるんで、まあ、若干難しいところですね、あそこはね。さあ、そんな感じで言ってる間に、この火力の地獄でかなり埋まっている。さあ、去っていったー。いや、よかったですね、これね。シンプルな、この火力の地獄で、どん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 ワンコロさんを自利品にさせていったと。やっぱりね、結構ね、その、火力 LST 済みとか ST 済みとかを、まあ、半永久的にね、継続させるっていうのは、意外と難しい技術ではあるんですけど、まあ、それをできるとね、まあ、シンプルにやっぱ強いですよね、これね。なおかつ、相手のね、その、攻撃は、受けるとかは受け切ったり、細かいところはね、相手のその連鎖数がまあ大体2連鎖とかで返せない量だったとしたらその細かい T スピンダブルとかテトリスをその分けて送ることが大事で、例えばね相手の2連鎖ダブルとか3連鎖とかで細かい火力だと返されるところの状態の時はまとめちゃね火力の加算をボーナスを加算させて返せないようにするとかねそういう細かい立ち回りがやっぱりかなり大事になるんですよねこれねタイプ用はさあ、というわけで、今日の解説はこんなところになります。皆さんね、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。